会実行委員長山田浩二、ご挨拶申し上げます。はい、暑苦しい兄弟長女です。マイク戻ってまいりました。今年400人の定員に対して、どんどん超えてしまいまして、で私たちまだ定員を超えたからといってお断りできるような身分ではございませんので、お待ちしてます、お待ちしてますっていううちに500人は超えてしまっております。本当にこれだけ暑いのによく走るよねっていう、私もウルトラランナーをやっておりましたので物好きだなと思って、でも不思議ですけどウルトラランナーって強者に惹かれるんです。すごい暑いとかすごい寒いめっちゃ登るでとかそういうのを聞くと変なスピリッツが湧くのがウルトラランナーなので、暑いこちらの気温も厳しいコースも笑って蹴散らしていけるような大会にしたいなと思っております。公園が、はい、東京オリンピックの時に、はい、アメリカの合宿地、そうですよね、ですよね、そうですよね、はいはいはい、次の映像は滝枝みなみです。はい、ポカリお茶を水、どうもありがとうございました。いってらっしゃい、頑張ってください。ください。あ、もうここで折り返しいただければ大丈夫です。